大ヨシキリがね、この鳴きながら近くに来た虫をね、器用に捕らえているようなんですよね。今も捕らえましたかね。近くになんか黒いのがね、虫が飛んでいるのが分かると思いますよ。今も食べたね。この大きな口で捕らえられるとね、虫もひとたまりもないですかね。もう結構取ってますね。お、やはりこのシーズンはこのオオヨシキリ一番よく目立ちますかね。まあ、目立つというより鳴き声が よく聞こえますけれども、意外に警戒心は強いのかなと。思いますけれどもね、しばらく何もせずにね、じーっとしておりますとね、このように分かりやすいところでね、鳴いてくれることがありますね。この茶色い草に紛れるとね、見分け、この色合いですんでね、見つけるのは難しいかもしれないんですが、このようにね、バックがグリーンだと分かりやすいかな。今日もね、ちょっとこう薄曇りというのかな、太陽が出ていないような状態だったんですけれどもね、雲がね、白い、まあ、薄雲というかな、そういう状態でしたのでね、光はそこそこ ねありました。まあ単調というか、鳥を探しているのか蝶々を探しているのかわからないようなね、今回もそのような動画になっておりますけれどもね、この時期ね、実はアオサギがね、農耕地の方に結構移動しているんですよね。この地域ではそろそろ田植えが始まりますんでね、トラクターが田んぼの中に入っておりまして、耕されているね、農作業されている方が今回もおられましたけれどもね、そのトラクターの後をね、アオサギがこうついて回ってる映像をね、そういった姿ご覧になったりとか、実際にね、目の前でご覧になられる方あると思いますがね、全く逃げないですもんね、トラクターがすぐそばに来ててもね。その間に小サギなどがね、この河川を謳歌しているのかなというふうに気がいたしますね。キジもね、あちらこちらから鳴き声が聞こえてきてね、鳴かずば撃たれまいというか、鳴かなければ撮影されないというところなんでしょうけれども、結構ね、わざわざ居場所をね、教えてくれるぐらいにね、このまあ大ヨシキリに負けないぐらいに、キジの場合もね、分かりやすい鳴き声で鳴いてくれますけれどもね。果たしてマガモはいつ頃までいるのかな、はたまた滞在し続けるのかな。この冬シーズンはね、こうマガモの数がね、昨シーズンより多かったような気がするんですよね。ちょっとイソヒヨドリの映像はね、ちょっと補正しておりますね、明るさをね。雨予報士のアマガエルがね、雨降るかもしれないよということで、
このムクドリがね、お隣さんにちょっかい出すような仕草をしているんですけれどもね、お隣さんの方はちょっとこう迷惑がっているような仕草がね見えましたけれどもこっちに来ないでよみたいな感じですけどね。このムクドリがね、今回結構ね、今鳴き声がしていると思うんですが、たくさんおりましたね。セキレイのオバレがね、結構もう一人前成長のようなね姿になってますね。まだ色の方はね薄いですかね、灰色っぽく見えますけれども、こちらがねアオサギがいる前方でね、トラクターが耕している音が聞こえると思いますけど、その後ついて待ってますよね、カラスとかアオサギの足元あたりにムクドリの群れがね見えていたと思いますけれども、野鳥たちにとっては今絶好の機会なんでしょうね、餌を取るのがね。時折この辺りでね見かけるこの白っぽい生地なんですけれどもね、ちょっと遠目に見ると鶏が逃げてるんじゃないかみたいなね雰囲気には見えるんですけれどもね。どうやらこの付近にはね複数は生息、このようなキジがねしているように思います。メスもね同じような白っぽいメスもおりますのでね、まあ代々この辺りで、受け継がれてきた系統なんですかね。まあ、少しこのようなね、めったに出会わないような姿の生き物に出会いますとね、まあ、何かの兆候ではないかなというようなことを感じたりしますけれどもね、いいことのね、知らせでやってほしいと思いますけれどもね。まあ、実はね、今日はちょっとマスクを外してね、歩いてみました。何ですかねこれ、慣れって恐ろしいもので、なんかこうマスク外すとなんか恥ずかしいような、別に恥ずかしいことをしているわけではないんですけれどもね、なんかそんな感じがしましたけれどもね。まあ、時々街の方に出かけたりしますとね、もう皆さん完璧にマスクされてますので、なんかもう圧倒されるようなね感じがしますけど、都会の方の方がねかえってきっちりとマスクされてるというようなね気がしますので、まあ何ですかね、もう外出でそれほど喋らなければ外してもいいよとか言われてもね、なかなかね妙なもんで、本当にこれ慣れっていうのはね、今度外すのに勇気がいるんじゃないかなっていうような状況になってますけれどもね。まあぜひとも、まあ、心置きなく空気が吸えるようなね、世になってほしいとは思いますけれどもね。まあいろいろスポーツの中継なんかを見てましてもね、こうたくさんの方がね感染されている様子を見ますと、何かこうホッとするというかね、もう、まあ、ようやくそういう時が来たというか、まあ、それが、まあ、元の姿なんですけれどもね。ウグイスとかキジなんかはね、まあ、できればなんか名前をつけたいぐらいですよね。ウグイスの何々さんとか
何丁目のウグイスさんとか、どこそこ町のキジさんとかね、ほんと。ほぼ同じような場所にね、この枝の場所からしてね、きっちり縄張りを守っているなという感じがねしますね。ウグイスはこのホーホーケキョっていうね、最も有名な鳴き声の他にね、谷渡りと呼ばれるね、この鳴き声もよく知られているんですけれども、どうやら警戒している時の鳴き声ではないかということらしいんですよね。あ、この黒地に白い門というか線の入った蝶がね、何だったのかな。この今蝶がいたり、今映ってます花むぐりがいてるね、この白いおそらくセリ科の花だと思うんですが、効率よく蜜が吸えたりね、花粉を集めたりできるのか、いろんな昆虫がねやってきてますね。まあ、このシーズンというか、このゴイサギもね、よく見かけるようになりましたね。オオヨシキリに負けずにね、さえずっているのがセグロセキリですかね。これなんかグリーンのフィルターがかかったような映像になってますけれどもね、この前にねちょうど草がねかぶっているんですよね。それを透かすようにねちょっと撮影しているので、こんな状態になってますけれどもね。このシーズン、この場所でね、オオヨシキリを探しながら撮影するのは結構楽しくてね。まあ、大きさもウグイスの二回り、ね、それぐらい、まあ倍ぐらいの大きさあるのかな。まあ、ヒヨウドリよりちょっと小さいぐらい。かもしれないですね。時折オオヨシキリはね、この河川敷の方から近くにありますね、竹やぶとかね、ちょっとした林といいますか里山のような場所にね、飛んでいったりしてますので、おそらくこう7月頃になるとその辺りで生息域をね変えているのかもしれないですね。ピタッと鳴き声がね聞こえなくなりますのでね、このゴイサギってね結構動きが少ないですよね。他のサギに比べてね、何かこう獲物を捕っている姿をね見ることができるのかと思いきや、このようにほとんど動きがねなかったりするんですけどね。
今回は大吉切にちょっとこの曇り空の下でね、遊んでもらったという状態でございます。いろいろとねこの環境がね大きく変化しております。この私が歩いている河川ではね、いろんな植物があった場所はね結構もう全くなくなったりしてね、そういった場所に生息していた野鳥などはね、まあ、生息域を移動してきているのかもしれません。ですからねちょっと昨シーズンとは鳴いている場所がね変わってきているのかもしれないんですけれどもね、まあ、できるだけね、まあ、工事の方も何ですかねこう水路なんかを作る場合にも草がねわざわざ生えるような水路をね開発されたというようなね記事がね新聞に載ってましたけど、まあ、そういうふうに自然をある程度ねいろんな生き物が生息しやすいような形でね、まあ、工事の方も進めていただけたらなとは思いますけれどもね、このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域から野鳥などを撮影して季節の移り変わりをお送りしております。気が向いたらまたお越しください。最後にねちょっとこの記事のね様子をちょっと注目しながらね撮影してみましたので、ご覧いただきながらねお別れしたいと思います。今日出会った野鳥たち今日も一日ありがとう。最後の方にね結構なんか意外なツーショットが出てきます。